雷鳴活は頑張る人の未来を応援し夢の手助けをする番組です。ここどこだと思います？めちゃくちゃ遠かったんですけど、それは言い訳、はい、はい、言い訳です。いやもう遅すぎてね、待ちわびましたよ。1時間ぐらい待って、もう汗もすっかり乾きました ね本当にもお腹も空いたし。でも初出張未来メーカー、そうね、初出張遅れたくせに一人だけ椅子ですからね。すいません。でもここもどこですかって感じですよね。いやここ本当多分パッと見て分かんないですよね。いやびっくり、最初なんかね、店、お店かと思って。そうですよね、お店っぽい。噂ではなんか住居だっていう、噂ではね、住まれてる、住まれてるってね。すごいよ、もうツッコミどころ満載ですよね。もうどっから突っ込んでも、さっきここだって沼田さんトイレね、トイレ行ってましたよね。どうです、出ました？ガラス見てるとガラス張りなんですけど、後ろ向いて、まあちょっと皆さん違う方向いてくれればいいかなと思ったら、前も鏡なんで全部見えるえ、でも蓋で、ね、見れなかった。蓋で、私も蓋で、あ、これが蓋があって蓋のせいで見れなかった。鏡がうまく これがいい感じに隠してくれてるきっと。すごいですね、まさか全部ガラスですもんね、シャワーもトイレも。そう、これは多分すごいですよ。住んでる人もすごい住んでる人もすごいですよ、絶対。ちょっと今日テンション高いですね、みんなね。なんかちょっとやっぱ出張だから、出張だからですかね。どうなんですかね、気分もちょっとテンション高いですか、この人。なんかいいことあったじゃないですか。びっくり、びっくりしすぎてちょっと圧倒されてるっていうか、なんだこれはっていう。だってなんかポールがありますからね。もうね、ド M からしたら嬉しくでしょう。そうですね。なんかね、はい、なんか何か感じるんですね。自分をいじってくれそうな何かを。この空間で様々な何かが。いいですよ、だからなんでも隠しとくんで。そうですね。めっちゃでかいバイク置いてますしね。置いてますね。全く似合いで気に合わないような沼田さんには。なんかね、しがみついてるみたいになっちゃいますね、これ。でも置いてるもの見るとね、こうなんか想像できちゃう人も、想像できちゃう人も確かにいるんじゃないかな。確かに確かに、そうですよね。どうします、呼んじゃえばいいんじゃないですか。呼んでください、いつものように。おっと、ちょっとお願いします。こっちに来るのやめてください。お願いします、お願いします。いや、昨日まで海外にいたじゃないですか。あれ、私が昨日までニューヨークにいたら言える。でも昨日中国にいたから。中国語で言うんですか。じゃあどうぞ。いや、お願いいたします。分かんないですよ、読み方。ちょっとやってください。で、いや、お手本見せてください。ではお願いいたします。ちょっと海外帰りの、ちょっとそういうのやめてください。言ってください、お願いします。おしゃれに、おしゃれに言ってくださいよ。ちょっとお願いこんな他人を見るの初めてですね。初めてお願いされましたけど、ね、お願い別にお願いしたことないでしょ。私の1個言うこと1個ぐらい聞いてください。まあ、確かにそうですね、はい、じゃあ、はい、本日の、はい、ゲストは、はい、ここの家主でもあり、はい、まあ、一度我々の番組にも出ていただいている、はい、あの方を、はい、じゃあちょっとお呼びしてみましょう、はい、カモン。かっこいい、すごいよ、もう。こんにちは。もう藤子でございます。藤子さんみたいじゃないですか。確かにリアル見て藤子。はい。そうなの。美子さん。ここね、うちにようこそ。わー、すごい。そう。やばい。こういう風に経験を積んでこられるとやっぱりこう、はい、家までその人に染まるんですね。ね、今来たばっかりなのに久しぶりですね。久しぶり、はい。美子さんのご自宅、家の中にガレージあるし、トイレとお風呂ガラス張りだし、マジパネー。知名度上がってきたんかなとちょっと思うんですけど、うん、まだまだ、ね、まだまだか、上を目指したいので。今日は代表で来てるもんね。はい、はい、どうやって選ばれたんですかね。顔かしら。いやいやいやね、そこでも目に見えるものが全てですから、まあ、キラキラしますもんね、なんかね、すごい。喋れる人とかね、じゃんけんとかね。平均年齢でおいくつぐらいなんですか、皆さん。平均、今新メンバーがすごい若い、17歳と16歳で、そうなんですよ、高校生。上が21なんですよ、多分平均20。めいちゃんとゆりちゃんは何歳なの。20歳です。はい、同い年で。えと一緒ですか。イノシシです。イノシシです。ああ、ちょうど一緒ですね。私が二十歳の時キャバクラでバイトしてました。すごいね、陰と陽って感じしますね。陰と陽、本当にもうキャバクラでバイトしてました。もうやめてください、全然違うのよ。19歳はでもその頃でも40に思われてたんでしょ。そうなんか着物とか着て歩くとやっぱりどっかのチーママかなんかと間違われますよね。
あと成人式の時もなんかチーママみたいに思われて、一応振り袖なんでなんでだろうと思って、そういう風な青春時代を過ごしてこんなにキラキラしなかったですよね。キラキラしてて、キラキラしてます、されてます、されてます、もうね、キラキラした道を通ってきてないからここだけでもいいからキラキラしてます。もういやいや、一番輝いてますよ。あ、もうマネージャーさんもすごい輝いてますけどね。だからすごい言いますよね、マネージャーさん絡みますよね。なんか浴衣着て、なんか麦茶とか入れてくれたら最高だなって。ああ、そういうのが、そう、多分鴨下さんタイプなんで。大好き、大好きです。神戸にあんな女性がいると最高ですね。でも神戸じゃないらしいですか。東京なんで。そうなんですよ。神戸出身ではなくて、適当なこと言える。多分神戸に行ってないですね。そうですね、マネージャーさんで。マネージャーさん神戸で。もし引っ越したらもう神戸です。そうなんです、脱退しないといけないです。なるほど。あ、じゃあ神戸在住じゃないとダメ。はい、絶対在住じゃないと。引っ越すなって言われるんですよね。引っ越すなって。今回夢があって、なんかこう叶えたいみたいなことがあって来られたんですよね。うん、そうですね。何、まあ、あの神戸リーズショップっていうのを作りたくて。神戸リーズショップ、なるほど、なるほど。神戸に、神戸に、はい、尊すぎてなるほどってたけど、なんかでもそういうイメージはなんか東京に神戸リーズショップとかだったら分かるんですけどね。うん、あ、そうかそうかそうか。アンテナショップ、それだとダメなんですよ。ダメなんですか。東京ではなくて、もう地元の、うん、その神戸でその神戸リーズショップができることによって関東の方から、なるほど、まあ、いろんなも全国の方からっていう、たまに本人いますよみたいな。あ、それ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 、それでちょっと劇場ありますよ、会えますよ。もうなんかめっちゃ聞いたことあるよ。秋葉原の駅前で聞いたことあるようなカメだなそれみたいな。そんな感じのを目指してて、もうそこのお店でしか買えない限定グッズとかを置いたりとかして、各地方から来ていただけるような場所を、着ていた制服とか売った。また違う店だからそれ。展示にしましょうかね。そういうグッズは販売とかしてるの？今はいろんなところ回った際に、あ、物販で、物販で、はい、あ、いろんなものをじゃあもうすでにグッズ出されてるんですね。そうです、はい、通販はあるんですか？通販は今やってないんです。あ、じゃあいいですね、買いに。はい、そうなんです。通販やっちゃうとね、そこで買っちゃいます。そうですね。なんかいいですね。町おこし、アイドルの町おこし、商店街含めてね、まあ、アニメストリートもそうですけど、神戸にもね、そういう商店街いっぱいありますから。そうなんです。でも、え、それステージ付きのなんかそういうお店っていうかのにするんですか？どんな感じ、なんかあるんですか、イメージって。確かに。でもなんか、行ったら誰かに会えるっていう形にはしてみたいなって思う。メンバー各自、そうです、ランダムで一日店長、一日店長みたいな感じで、店員さんちょっとレジとか売ってほしいですね。なんかそういうのもしたいなと思って。大体間違いない。まあでもなんか主に神戸リーズ土日に活動が多くて、で逆に土日休みなくて平日のちょっと時間作れるっていう人とかやったら、来てくれたら会えるなっていうのもあって。チェキとかはまあいつも売るじゃないですか。あとはなんか T シャツとか。そうですね、それだと神戸別に盛り上がらなくないですか？なんかその普通にこう、うん、神戸市と何か、なんかね、神戸のお土産と一緒になんかコラボしたとか、地元の企業やりたい、ね、どんどんみんな、うん、まあそうですよ、お菓子とか。そうですよね、お菓子ありますもんね。やってみたいね。スイーツが有名なので。スイーツ、はい、洋菓子、洋菓子、フィナーシェとか。おしゃれよね、プリンとか。てか神戸っておしゃれなイメージがすごい。そうですね、街並みもすごい。三宮付近とか横浜に。あ、わかるな。似てます似てます。わかるわかる。港町ありますあります。一回イベントで来させてもらった時に、うん、もうめっちゃなんか神戸やって。あれ神戸いるんかなって思うぐらい、サッカーコーチいるぐらいに似てますね。そうですか。神戸行ったことないんですよね。でも今年ほら阪神大震災からちょうど20年だったりとかするので、なんかね、はい、なんかあの商店街がこう復興していくみたいな、当時なんかニュースよくなったりとか、うん、新潟のあたりとか一回全部なくなったところですもんね。新潟が一番被害がすごい長くて、ね、うん、もう今でもシャッター街っていう、あ、そうなんですか。シャッター街も多くて、そこで盛り上げていけたらなって余計に思います。神戸リーズ素敵じゃない、ね、なんか熱い思いもね。神戸リーズ、世界一大きかったり、世界一人数が多かったり、世界一長い、世界一短いとかいうのは取れますよ。世界人間で文字作ったりとか。人間、あ、でも、あの、あ、でもいいかもしれないね。何でしたっけ、空飛ぶ空撮、ドローン、ドローン、あ、はいはい、ドローンとかでこうバーって飛んでって、うん、
すっごい巨大なやつ撮ると。あ、でもいいかもしれないですね。それいくらかかるんですか。いや、ドローン結構安いですね。でも今ドローン全然安いですね。何人ものやるんだったら大変じゃないですか。そのファンとか集めて、まあ、ファンなんかさっきの学校でやる学園祭の流れでね、うん、校内で鬼ごっこした流れで校庭とかで、ね、はい、集合してくださいみたいな、最後全員並んでくださいみたいな、あの覚醒みたいなと、お前ら来いっつってお前ら来いあでもね、隣で手繋げる人とかすごいラッキーじゃないですか。確かにそうですね。確かにそうですね。そこの位置欲しいです。サバルベースって考えてくれるベースね。一応それ事務所で確認しないと手袋僕はおじさん同士でも繋がる可能性もあるすごい。そうですね。鴨志田さん、僕高尾さんとかこんな。あ、それで、で、それでなんか電気流したら電気。いやだ。あ、光るの？それあるある。あるある。痛い。ギネスは、はいはい、その、学園のその、うん、彼女たちが、うん、そのなんか何かをやるんですか、それともそこの周りにいる人で何かやったり。みんなでやったみたいな。人数が多い方がやっぱり、もし人数で申請できるか。あ、人数でやるかもしれないです、うん、から、ね、何がいいか。せっかくならね、ファンの皆さんなんか作り上げるプロジェクトですかね、いいですよね、思い出になるし、割とその昼の部っていうか、そこは普通にそのなんかお店が出てたりとか、そういうライブがあったりとか、まあ、最後鬼ごっことかなんかいろいろやって、最後にみんなで記念撮影じゃないですけど、うん、なんかやるみたい な、なるほど。でそれでちょっとパブリシティっていうか、そのテレビとか出ないかを狙うみたいなのが、そうですね、いいかもしれないですね、うん、いいですね、うん、ちょっと綺麗なんですね、入場無料で、そうそうそう、物は有料にしたらいいです。なるほど。そしたら一応いろいろお金は稼げる、ね、すごいいっぱい人集まりそうですね。入場無料にするとみんな来るじゃないですか、みんな来る、うん、その3000人とか2000人とか多分必要だと思うし、うん、それの人数はの参加は無料にしてあげたら、うん、最後まで残ってくれるんじゃないですか。なるほど。さっきスタッフさんの方が2000人は必要ですっていうふうに言ってましたね。そりゃそうでしょうね、だって世界中でみんなやってますからね。そうです。なんか世界一長いキスとかやってます、ずっとキスしてるんですね。なんかあるんじゃないですか。考えれば人数じゃなくても、まあ、2000人無理でも何かハートをみんなでこう使ってギネスを狙うっていう、うんうんうん、そういうぐらいにしとけば、ハートモチーフに何か入れたいですね、確かに、うん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 、せっかくだったらね、はい、でも知らない人に知ってもらいたいからギネスっていうのはありだと思いますし、うんうん、何か話題に なるようなんかね、ニュースとかに、ね、なってくれたら、はい、うん、ね、ネットで操作してくれてね、操作はできないですね。そこまでできない。でもね、なんかいや、アイドルでそういうギネス的なことに挑戦した子ってまだいないじゃないですか。いる、そうですか、分かんないです。多分聞いたことない、目立ってないですよね。多分個人プレーはあるかもしれないですよね。あのレモン早田でとか玉ねぎみたいな、多分何千人とかはあんまないかもしれないですよね、大規模な。ギネスブックに載れるっていうのはすごいいいですね。学園祭や、学園祭や、父ちゃん俺綿飴食いたい、俺は焼きそばじゃ。甘いよ